あ、すごい。スクショされてる。静かな。静か。こんばんは。こんばんは。こんばんは。コメントください。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、 LINE ライブをご覧の皆さん、こんばんは。 ST48 の滝野由美子です。え、今日はですね、2日前の9月22日に発売しました私のファーストシングル、君のことをまだよく知らないを記念した LINE ライブです。イエーイ。皆さんも見てくださいましたか？そろそろね、ネットで頼んだ方もそろそろ届く頃かなって思ってます。どうですかね、コメントはぜひ。お、はーいって言ってくれてる。ありがとうございます。すごい。あ、買う予定です。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。それはね、私のファーストシングル、ファースト写真集。そう、この前も駅長さんをした時に囲み取材でファーストシングルって言っちゃって、はい、シングルは出してないです。ファースト写真集です。イエーイ。はい、そして写真集のタイトル、この君のことをまだよく知らないはですね、秋元先生につけていただきました。そして帯にもですね、コメントをいただいたんですけど、その帯のコメントがですね、何度会っても何時間話しても彼女のことがよくわからない、だからまた会いたくもなるし話したくなる、滝野由美子は分厚い小説のように読み応えのある何かを持っている、といただきました。イエーイ。コメント拍手してくれてる。ありがとうございます。そうなんですよ、タイトルも帯も今回秋元先生につけていただいてすごくありがたいですね。私は分厚い小説のように読み応えがある何かを持っているっぽいです。小説は好きなのでよく読むのですごく嬉しいです。小説っぽいって、そしてですね、地元山口で撮影しました。私山口出身なんですけど、山口県を中心に撮影しましたこの写真集。そしてですね、今回は山口と沖縄で撮影しました。山口では愛犬のあんこちゃんとも一緒に撮ってるカットもあるので、ぜひぜひ楽しんでください。はい、今日の配信でもまだまだ写真集についてお話ししたいと思いますが、ご覧になってない方はぜひチェックよろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでですね、ではここで視聴者プレゼントのお知らせです。応援アイテムランキング上位3名の方にこちらの LINE グッズにサインを入れてプレゼントします。 こちら、あ、これこいつらです。はい、この辺にあります。もうサインはしてあります。こんな感じです。はい、どのように応援していただくかといいますと、皆さんが見ている画面右下にプレゼントボタンがあります。そこからアメやクマなどのプレゼントを送っていただくことで参加可能となります。ランキングは番組の終盤で当選者の方のお名前を読み上げさせていただきますので、その時点で締め切りとなります。よろしければぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、
今日は写真集の発売と、もう一つ皆さんと一緒に分かち合いたいものがございまして、なんとですね、私滝乃由美子、本日9月24日お誕生日を迎えました。はい、今日で24日で24歳になります。わーい、おめでとう。ありがとう。そうなんですよ、こんなね、こんな日に LINE ライブができて、はい、皆さんと一緒の時間を過ごせること。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーミリー、ハッピーバースデートゥーユー。あ、火が消えた。ダメ、なんか見てないことにして。見てないことにします。いいよ、すごいいい感じだよ。いいよ、なーちゃんがいる。よっしゃ、あ、お、頑張れ、頑張れ、頑張れ、おめでとう。イエーイ。じゃ皆さん見えてます、すごい、この素敵なケーキ。うわー、私の顔が、そうなの、ユミリンのね、写真集のこの表紙がね、乗っかっているんですよ。じゃじゃーん、ケーキをサプライズで持ってこさせていただきました。おめでとう。ありがとうございます。うわ、すごい、これすごいね、すごいよね。これマンゴーじゃない？マンゴーですよね。わあ、マンゴー好きでしょ。めっちゃ大好き。ありがとうございます。マンゴーケーキです。マンゴーケーキです。すごい、かわいい。じゃあちょっと、はい、せっかくなんでふーって吹き消してもらおうかな。じゃあ吹き消します。はい、いきます。おめでとう。ありがとうございます。今すぐ食べたいね。食べたい。ちょっと、はい、我慢しておこうかな。今は我慢しておこうかな、ね、後ほど、後ほどゆっくり食べましょう。じっくり。ありがとうございますね。写真も撮りたいですね。ね、写真撮りたい。そう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 、すごい言ってきちゃいました。私、はい、ということでスペシャルゲストの岡田奈々さんです。はい、なーちゃんこと岡田奈々です。皆さんよろしくお願いします。お邪魔します。お願いします。すごい忙しい間を抜けて。いや全然ですよ、もう暇中の暇。いや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 、暇してましたからね。え、すごい、もうすごい方々が見てくださってるんだよ、人数。これだって覗いた数でしょ。すごい、7万人7万人だよ。へえ、すごいですね。ありがとうございます。嬉しい。皆さん夜10時からありがとうございます。ありがとうございます。10時から良い子を見る時間なんですけどね。じゃあ良い子じゃない、ちょっとね、7万人と私たちは良い子じゃない。うん、まあ、夜はこれからなんでね。夜はこれからなので楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。わざわざ来ていただいたので、ね、うんうん、まずはいろいろお話ができたらいいなって思います。はいはいはい、もうちょっと近づいていいって。やったやった、嬉しい。はい、まずは、トークテーマ。お、実は、ね、同い年の2人ということです。そう、私たち実は同い年なんですけど、同い年、しかも私が1997年の9月24日で、うん、なーちゃんが11月7日。そう、だから私の方が妹、ちょっと下。そう、ちょっと下なんですよ、うん、でもお姉ちゃん、その歴、この歴で言うと5年ぐらい先輩。そうだね、デビューが2012年だったから2017年だもんね。だから5年ぐらい、一応そのアイドルのキャリアの時間差はあるけど、同い年。さっきスタッフさんにも、え、同い年なのって言われてましたよね。ファンの方は知ってるけど、知ってるけど、でも知らない人から見ると、やっぱユミリン幼く見えるよね。皆さんしっかりしてるから。いやいや、顔が若いからね。一生なんか制服着れそうな顔してますもん。なんですか、24歳でも余裕でセーラー服とか着ちゃうもんね。着ちゃうもんね。着ちゃうよね。いつ着るんですか。え、ライブとかでさ。ライブ、確かに STU のライブ、なんか制服多いんですよね、うん、でもやっぱ顔が可愛いんで幼く見えるね。嬉しいです。うん、なちゃんしっかりしてるから。全然しっかりしてないの知ってるじゃん。一番一番私が全然ダメダメでみんなに頼りっぱなしということを。いや、人としてしっかりしてるね。嬉しいです、うん、ありがとう。そして
なーちゃんとの私の出会いは、うん、その私がデビューした2017年なんですけど、これ ST48 が誕生した年なんですけど、私と最初に話したこととかってなんか覚えてますか？覚えてます。あの2017年の総選挙、あ、17総選挙です。 AKB48 グループの総選挙の時に、その事前撮影みたいなポスターの撮影をしてる時に初めてちゃんと話して、うん、沖縄行く前です、ね、沖縄行く前に東京で、東京で撮影合間に、あ、由美子ちゃんだみたいな私も ST 入って初めて東京での撮影があるよって言われて、何も知らずに行って総選挙のポスターとかいろいろ撮って、うん、そしたらなんか、あーってなって、あ、由美子ちゃん、バナナさんってなりました。そう、それが一番最初のやり取りだったかな、いや、すごいびっくりしました。なんか、うん、その時ゆきりんさんとかも撮影現場にいて、ね、もうすごかったよね。メンツが本当各グループを代表する皆さんだったから、その中の STU の代表だし、その時にこう AKB さんもほとんどの方がいらっしゃったんですね。いた、東京だったからね。そうだから、ゆきりんさんを見て、え、柏木由紀さんだってなってたんですよ。初めて、本物だってなるよね、初めて見るから生で。なる。で、いや、あ、あそこにいるのは、あ、あそこにいるのはってなりながら、いろんなアイドルがいっぱいいてね、なんか風吹かされて、撮られて、そう、風吹かされてたね。ね、でも頑張ってた。もうその時はなんか、なんだろう、怯える子犬みたいに見えちゃって周りがみんな狼みたいな感じで写真集にもそうやってくれてましたね。そう、もう子犬みたいで可愛かったです。今はなんか大型犬ぐらいになりました子犬から子犬から。でも犬には変わりない。犬に変わりないですね。可愛いです。ななちゃんはやっぱりなんか上下紺色の服着て、耳に大きいイヤリングしてる人。今日も大きいイヤリングしてるの。じゃじゃーん。なんかでかいイヤリングつけがちなんだよね。だから本当に芸能人って大きいイヤリングつけるんだなって思ったの。違う。最初に見た時に。芸能人っていうか、なんか私がたまたま大きいイヤリングが好きだった。私のもうその存在意識の中にも一生残ってます。芸能人はイヤリングする、大きいイヤリングするんだっていう。じゃあなんかね、芸能人風吹かせたいときはでかいのをつけるっていうね。つけます、これからお願いします。はい、そして次のトークテーマは、うん、STU48。 あー、これ STU 内での私と、うんうん、あと AKB さんの選抜メンバーとしても何回か活動させてもらったんですけど、 そこでの私とみたいな。そうだな、ユミリンは STU の時と AKB の時との違いは、やっぱそのレッスンについていくのがもういっぱいいっぱいだったよね、とにかく。いっぱいでした。初選抜がまゆさんが卒業する時の11月のアンクレット。はい、アンクレット。で、まあ地方メンバーさんは、ちょっともうなんていうの、レッスン時間少ないじゃん。なかなか東京に来れなくて。で、レッスン時間も東京の人よりも少ない中でやらなきゃいけなかったから。すごいもう切羽詰まってたよね。切羽詰まってます。しかも先輩もいっぱいいるし、みんな先輩、うん、皆さんはじめまして。楽屋とかでもすごい縮こまってた印象があった。あった、ね、縮こまってました。話したことあるのなあちゃんぐらいしかいなかった。絶対他にも話してたでしょ。でもその選抜現場でいろんな先輩が声かけてくれて、うん、ね、みんな優しい、嬉しかったです。いや、うん、まあ、STU の時の方がやっぱ素が出てる、うん、あ、 AKB の時の方が緊張してるっていう感じがあったかな。ね、なんかでもね、今なかなか AKB と STU でこう一緒に何かするってことなくなっちゃったから。そうですね、今ね、自由奔放にやれてるから。そう出して仲間と共に頑張ってます。そう、いや、それが一番ね。ね、そして ST48 といえば、うん、次のトークテーマは、うん、岡田奈々さん、うん、ST48 兼任解除。そうなんですよ。ということです。今月の9月12日の広島サンプラザのコンサートで兼任を終えることを発表させていただいたんですけど、うん、ユミリンには絶対に事前に言おうと思ってて本当に
なんか悲しませたくなくて、うん、びっくりさせたくなくて、うん、でもユミリンが仕事忙しいって聞いてたから電話とかできなくて、それ言い訳、じゃ言い訳じゃないの、本当に言ってたの、ユミリン、ユミリンって最近どうなんですかねって言ったら、ユミリンなんか忙しいらしいよみたいに言ってたの、みんな言い訳だ、だから電話も LINE もなかなかできずに、ね、全メンバーと同じタイミングで知ることになってしまってリモート会議したんですけど、でもその日、その夜にリモートがあったんですけど、昼ぐらいに1回連絡くれてて LINE でね、そう、でもじゃあそこで言ったらよくないですか、いやなんか探ってたの、エミリンにこう、エミリンっていつ暇なのとか LINE してたじゃん、ああなんか夜はまったりしてますよみたいに言ってて、うんうん、夜ってどのくらいの夜だろうとか考えてるうちにもうその日が来ちゃってで、まあ、案の定ねリモート会議で発表してメンバー全員に、うん、で心配で、うん、リモートが終わった後にテレビ電話かけたんですよ、うん、もう大号泣だったんだよね私も思わずもうめっちゃスクショ撮っちゃって、その瞬間やだ、電話つながった瞬間泣きすぎてて、そうリモート中もずっと泣いてました、うん、あ、そうなんだ、でもリモート中気づかなくて、その何30人ぐらいいたから泣いてたんだ、ずっとずっと泣いてました、だからそのシングルのことを伝えるリモート会議みたいなっていう体だったんだよね、っていう体だったの、そう新曲ので実際そこで新曲の選抜発表だったりとか、うん、まあ、いつ撮影がありますよとかっていう話をしてたんですけど、うん、その途中で言ったからもう後半何にも聞いてないんですよ、ずっと泣いてたからねえ、こんなに泣いてくれる人がいるなんて私は幸せだと思いましたけどね、言いたかったんだよ本当に、ごめんね、うん、何でもするから許して許してください。次のシングルで最後、そう7枚目のシングルで最後で、今日膝の、ね、出たね、情報がちょっとずつ解禁されていくらしいんで、10月1日に、うん、なんかあれですよね、もっと見れちゃう、はい、MV 解禁って書いてありました、ちょっとなんで皆さんもぜひぜひ楽しみにしていてください、楽しみにください、でもユミリンからも兼任が終わってしまっても仲いいことに変わりないんで、うん、変わりないんで、うん、悩みは永遠なんで、うん、うん、大丈夫、フォーエバーフォーエバー全然変わらない、フォーエバーラブ、フォーエバーラブ思ってるよ、あれですよね、仕事なくても瀬戸内来てくれるんですよね、もちろん呼ばれたらすぐ行くんで、あのユミリン地掃除しに行くんで、じゃあ明後日来てください、明後日9月の26、あーちょっと最近ロックダンスやらなきゃいけなくて私発売前ですもんね、センター様ですから、そう、もうちょっとで発売なんですよ、9月29日に、すいませんセンター様なんで、いやもう山口にも行くんでね、来てくださってちゃん会いに、そう、あんこに会いたい、私の夢はあんこに会うことなんです、人生の夢、人生の夢、うん、あんこに会いたい、いやもうあんこじゃあ東京連れて行きますよ、いやかわいそうだよやっぱ環境が変わって犬ってばっかりさん、じゃあ確かに食べた方がいい、じゃあお待ちしてます、行きます、うちに来てください、うん、待っててください、はい、ということで、はい、次のトークテーマは今後の滝野由美子に期待すること、おお、ユミリンにこれから期待すること、うん、なんかとにかく体を壊さないでほしいなって思ってて、なんか今までユミリンのことをこう近くで見てて、なんだろう、やっぱ体調が元気じゃないとさ、辛いしさ、しかもなんかメンタルと体ってつながってるから、なんかユミリンがすごい悲しそうな時とか落ち込んでるのを見ると、なんだろう、あ、ね、体も心も辛いんだろうなっていうのを感じて、そこでなんかすごい心配に、ね、なっちゃうのよ、だからもう期待っていう か, なんか大事にしてほしいな、自分の心を、メンタル意外と強そうに、いや強い時もあるんだよね強そうに見えて強いんですけどふとした瞬間に急になんか、うん、うわーってなっちゃう、ね、なくなり、いなくなりそうな瞬間がたまにあるから、ね、だからなんだろう、ファンの皆さんにもこう目を離さずに見ていてほしいし、うん、強そうに見えるけどこう弱い子なんだなと思って優しく優しくしてあげてほしい、うん、し与えられたことを何でも全部やっちゃう人だから、うん、ね、無理せずかな、うん、ありがとうございます。
母さんという、そう、もう親なんですよね、もう STU は子供のようです。ありがとうございます。いえいえ、今回は最後まで。そうなんです。いや、聞くにいいんですか。いいんですか、逆に。いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。スーパーネル時間なのに悪いくなる。はい、あっ、そしてですね、写真集の購入リンクが、画面上にあるそうです。はい、気になった方はぜひどれ、あったあった、上だ、こちらからって書いてあるわ。これが URL 載ってる。すごい、載せてくださいました、スタッフさんが。ありがとうございます。この上のリンクからこちらのアマゾンで買えるって。私もアマゾンで買ったの。うん、で、今日届く日で、でも今日午前中に家出てきちゃったからポストとかで受け取れずに来ちゃって、本当は今日サイン書いてもらいたかったの。だから今うちの家のポストで眠ってる。あ、じゃあ行きましょうか。本当ちょっと帰り際に言ってもらって、帰り際にサインしに行きます。楽しみだな、届いてるよ。ありがとうございます。あ、すごい、みんな買ったよ。ありがとう、嬉しい。はい、そして、奈々さんが今ですね、私のことをどう思ってるかたくさんお話ししてくださったんですけど、今度はですね、STU48 のメンバーが私のことをどう思っているかアンケートに答えてもらいました。おー、いいですね。ということでですね、その結果を発表していきたいと思います。アンケート結果、すごい見えてますか、これ。アップが、いい感じ。まずはですね、STU48 の後輩メンバーに聞きました、はい、滝乃美子の好きなところ。もうこんなのいっぱいあるんじゃないですか。いやあるんですかね。あるよあるよ。嬉しい。 STU48 には2019年に加入した2期生がいるんですけど、その後輩のみんなに滝乃美子の好きなところを聞きました、その1位を私滝乃美子自身で予想しようという。あ、ユミリンが自分で予想するの、好きなところを。そう、自分の。え、で、ナナさんの今手元には答えがありまーす。あるみたいなんですけど、私しか見てない。どうですかね。え、あのね、やっぱ2期生、先輩立てるのがうまいな。あいいこと書いてあるよ。あ、なるほどな。予想してごらん。すごい自信持って予想した方がいいよ。私はじゃあここに書いて、うん、これだってなんか外したらめちゃくちゃ恥ずかしくない。ちょっと恥ずかしいね。いや、でもここはありきたりを、ありきたりを行く。ありきたりを行くの、本当いいんだよ。自分が思う自分のいいところってことじゃん、結局。後輩が思う、後輩から見たですよね。2期生から見たユミリンが、だからどんな風に普段2期生に接してるのかが分かりますよね、これで。さあ、どこなんでしょうか。お、LINE ライブの皆さんはユミリンのどこが好きでしょうか。ぜひコメント欄にお書きください。皆さんはどこが好きですか。書けた。書きました。書きますか。はい、じゃあ、それでは、はい、私の予想、後輩メンバーに聞いた滝乃美子の好きなところ1位は、じゃーん、めっちゃ優しい。おお、なるほど。です。まあ、先輩が後輩にすることって優しさじゃないですか。うん、お姉ちゃんが私にやってくれてるような、うんうん、だからまあ、めっちゃ優しい。これが第1位だと思うわけね。はい、はあ、優しさか。優しさ。おお、これは当たってるんでしょうか。まあ、でもこれは絶対入ってると思います。優しいところね。優しいところ。しかも、そのどうしよっかなって思ったアンケートに書く第1位が優しい。そうだね、迷ったら優しいところが好きです。優しいところが好きです。言うか、実際私まだあんまり関わったことない2期生とかいるので、こうどこが好きですかって言われてもあんまりお話ししたことない。具体的に出てこなかったら困っちゃってたと思うんですよね。っていう人は多分優しいと書いてくれてると思います。はい、ということで、じゃあまずは3位から順番にめくっていきたいと思います。お、行くんですね。行きます。はい、3位はこちらです。じゃーん、ストイックなところ。そう、第3位、ストイックなところなんですよ。これはあの池田ゆらちゃんからなんですけど、レッスンやリハーサルも全力でかっこいいなと思いました。嬉しい。田口玲香ちゃん、空き時間に勉強してたり振り V を見ていたり、ずっとストイックなところで尊敬しています。嬉しい。すごいじゃん。嬉しい。リハから全力って大事だもんね。大事ですね。いや、
私空き時間もちゃんと無駄にせずに勉強してて練習してるから、そういうの見てるんですよ、意外と後輩って。話してるとかじゃなくて、そうやって見て、そう、背中で語るタイプだったんだよ。すごい、めっちゃいいよね、言ってくれて。そう、大事よ。うわ、嬉しい。行動で示す先輩。かっこいいじゃん。でも、なーちゃんも全力って書いてある。カンペで書いてある。ありがとうございます。本当に、これは、本当にそう、なーちゃんも全力。スタッフさんも思ってること。そう、レッスンもリハも全力でやることもね。なーちゃんが来るとレッスンも引き締まるし、本当なんか、あ、自分ってリハーサル全力でやれてなかったんだなって全員思ってる。じゃあこれから私が行けなくなった時はゆみりんが私がむしゃらに、そう、がむしゃらに頑張って後輩にそういう一生懸命な背中を見せる。頑張ります。頑張ってください。はい、それでは行きますか。2位行きます。第2位なんだ。じゃん。おー、面白いところ。第2位なんだ。面白いところ。え、ちゃんと2期生もユミリンが面白いって知ってるんだね。何、面白いって何。え、これね、面白いんですけど、はい、あの高尾さやかちゃんから来ています。はい、とある撮影の時、ユミリンさんが急にいなくなり、みんなで大捜索すると、森の奥の方から、すいません、木登りしてました。一度騒然。ユミリンさんには、ユミリンさんは誰にもつかめない。え、そうなんですよ。なんか滝野がいない、どうしよう、撮影なのに間に合わないとかなったら、なんか木登りしてたんだよね。木登りしてます。木登り。でも近くで木登りしてたから聞こえると思ってたんですよ、スタッフさんの声。そう、みんなが、ゆみりーんずっと探してた。木が、そこに木があったから。そこに木があったから。これはまだどこの時とか、あれ言っちゃダメなんですかね。あ、いいんじゃない？今日解禁されたんで、その、はい、今回の7枚目のニューシングルの、はい、あのミュージックビデオの撮影で無人島に行ったんですけど、はい、そこの木に登ってて。そう、自分の撮影って言われる前に、うん、他の子が撮影してて待ち時間だったんだよね。しかもめっちゃ木があるんです。だから無人島だからね、この木この木と思って登って言ったりしてたら、いやもう探されてます。すごいよ、空き時間に木登りしてリラックスする子いるんだなと思ってすごい。そうやん、ユミリンワールドですね。そうやん、今回選抜メンバーですからね。え、これもいいですか。はい、南ゆりなちゃんから、はい、話しかけてくれるときはほぼ 100% エセ関西弁そうやな、ほんまやな、やでとかも笑いもせず普通の顔で話しかけてくれるところが面白いです。あ、ゆりにゃがその大阪の子だから、ゆりにゃが、その南ゆりなちゃんが関西弁なんですよ普段。うんうんうん、だからこうそれに乗っかっていつも南ゆりなちゃんに話しかけるときは、うんうん、関西弁で話しかけます。そうやな、そうやな、そうやな。吉崎凛子ちゃん、はい、凛子、お話し会の休憩中、箱に入っている有名どころのチキンの差し入れを食べようとしたら、うん、いきなり、これはね、中身は偽物なんだよって話しかけてきて、うん、どう反応すればいいか分かりませんでした。もちろんそれは全くの嘘でした。どういうこと？何？差し入れのチキンが多分箱に入ってて、うん、箱でわかるじゃないですか。うわ、ここのチキンだみたいな。美味しそうってなるよね。でもこれって箱だけ置いてて、これ中身ないんだよっていう反応に困るよ。ねえ、ごめんなさい。リンコごめん。いや、面白いですね。面白いですね。噛めないな、本当に。意外と2期生、なんか見てくれた。見てるよ、ユミリンのこと。嬉しい。あ、え？なになに？次はじゃあ優しいですかね。どうなんだろう。次の第1位は本当にユミリンが予想しためっちゃ優しいなんでしょうか。はい、じゃあ1位見てみましょう。オープン。優しい。優しいとは。すごい、当てたよ。当てた、当てたし、はい、しかも結構これみんなすごい長文で来てて、理由が。あ、そうなんですか。ちょっとだけ紹介します。りっせももかちゃん、はい、私が仕事で不安を感じているときにいつでも相談していいよって言ってくださったり、うん、人見知りの私とたくさん仲良くしてくれてギューってしてくれるので安心します。かわいい。だって川又優奈ちゃんも会うたび、うん、優奈やなって声をかけてくださる、うん、私だけじゃなくていろんな2期生に声をかけてくれていつも元気になれますって。嬉しい。あー、なるほどね。工藤莉子ちゃん、はい、あの泣いているときに何も言わずに抱きしめてくれた、うん、あー、かっこいいすごい、はい、パセリも、あの、尾崎セリカちゃんも、はい、ゃん、私が泣いている時に抱きしめてくださいました、うん、すごい、泣いてる時に抱きしめる人無言で抱きしめる人らしいです。よしよし。あ、そうなんだ。優しいね。嬉しい、なんか
ですね、うん、このエピソード聞くと、え、うん、嬉しい。第1位は優しいところだったんですけれども、このランク外で少数派の意見もいくつか来てて、はい、はい、これめっちゃ共感できるんですけど、渡辺夏樹ちゃん、うん、圧倒的犬顔なところ、へえ無邪気なところとキリッと決めた時のギャップも大好きです。嬉しい、ありがとう。だってちゃんと2期生見てますよ。そう、意外とね、うん、その先輩の行動とか言動って後輩にすぐ響いちゃうから、だから先輩がどんな風に動くかで意外と後輩も変わってきたりするものなんですよ。うわー、ありがたい。ちゃんと見てくれてますよ、ね、優しいところも面白いところもちゃんとちゃんとね、うん、なんかありきたりな優しいじゃなくてしっかり思ってくれてたんだ、うん、そうですよ。ありがとうございます。2期生ありがとう、ありがとう、職おめでとう、おめでとう、おめでとう。さあ次行きますか、はい、次行きますか。これ一番聞きたい、はい、そしてランキングはもう一つあるんですけど、う、うん、題して滝野由美子に直してほしいところ。イエーイ。これはですね、同期の一期ドラさんに全員にアンケートを取りました、うん、こちらアンケート形式でこうやって発表しようと思ったんですが、はい、こちらじゃん、なんとですね、フリップが、ほとんど票が割れてしまいました。みんなバラバラのこと書いてんだって、そんなに直してもらいたいか。そう、みんな一人一人ここに思ってるんだよ、直してほしいところ。これどうする、どんどん見ていくか、見ていきますか。私は、うん、靴下が違うと朝遅刻をするだと思う、みんな。あ、正解正解あの靴下が左右非対称、たまには一緒なところを見たい。で、これめくる、うん、これじゃあちょっといっぱいあるのでテンポよくめくっていきたいと思います。まずは石田千穂ちゃん、見て、これ逆転してるからちょっと難しいです。ないないないあ、私が読むね。お願いします。ありがとうございます。石田千穂から、はい、地べたで寝る、裸足で歩く。あー、ありますね。どこでも寝るよね、どこでも地べたで寝る、地べた、床でこの人寝るんで、はい、ちょっと見ちゃいましょう。握手会とかですね。はい、石田みなみちゃん、じゃん、約束を実行しない。何それ、え、何、どういうこと。あ、ご飯行こうをずっと言ってる。いや、もう叶えてあげて、はい、ご飯行こう、みちゃん、はい、みちゅ、次みちゅ、今村のみゆちゃん、はい、マウスピースを放置する。うわー、あーねえ、なんで放置すんの。そう、なんか放置したっていうか、うん、置いてて一回捨てられたんですよ。え、そうだ、みちゅが私が座っていた机の前に置いてあってゴミかと思って捨てました。で、みんなで大捜索、ゴミ箱。そう、だから貴重品はちゃんと保管しようねって言ってるよ、みちゅが。そうします、頑張ります、みつ、はい、ひなちゃん、ひなちゃ ちゃんギリギリまで寝る。ああ、これホテルで同室になった時にギリギリまで寝てて、ユミリンよりも私が焦っちゃった。そう、ひなちゃんも割とギリギリまで寝るんで。でもギリギリで寝るひなちゃんがもっと焦ってるよ。だから私は多分そうなんだと思う。早く起きましょう、早く起きます。5分前行動、はい、頑張ります。はい、カイココア、カイココア涙袋を書く、涙袋、ああ、涙袋を書くだって、マスカラが落ちてしまっているのかと勘違いしちゃった。これ曲中についてるよって、これ公演でやったんですけど、うん、曲中についてるよ、ついてるよ、ついてるよって、これ涙袋じゃんって言って、なんで書くの、書かなくて、な欲しかったんですよ、袋がね、僕は憧れてました。はい、じゃあ次、はい、角脇みなちゃん、これね、はい、じゃあ、靴下が左右非対称、一緒のところ見たいって。なるほどね、まあでも今はサンダルの季節なので、確かに、今日サンダルで靴下ないね、はい、ちょっと寂しくもある、寂しくもある。じゃあ次、榊美羽ちゃん、美羽ちゃん、さちゃん、喋る前に見つめてくる。あ、どういうこと。なんか話しかける前にちょっとじーっとこうやってさ、こう見てくる時あるよね。何、ないよ、ないよ、無言で見つめてくるの。空花ちゃん、本当に何、空花ちゃん、いつも何言われるんだろうと怖くなります。なんかね、見てくるんだよね。え、初めて言われました。いや、本当だよ。え、これから意識してみて、意識してみよう。あ、私見つめてるってなるから。なんか、はい、はい、じゃあ、谷口まひなちゃん、はい、まひなちゃん、忘れ物が多い。あ、忘れ物は多いです。なんかユミリンからよく言われる一言、第一、眉毛描くやつ持っとる、自分で持ってきてって言ってるよ。自分で持ってきます。しかもマヒナはなんかいつも持ってるんですよ、うん、ちっちゃいポーチとかでも、うん、メイク道具ちゃんと入ってる人だから。あ、忘れた時はね、マヒナに頼るんだね。また貸してね、ごめんね、マヒナ。ありがとう。じゃあ兵藤葵ちゃん、すごいよ、ありません。だって、え、葵ちゃん優しい、優しい、葵ちゃんマジで女神だからね。優しい、いや、優しいか考えるのめんどくさくない、葵ちゃん。え、葵ちゃんのことだから。葵ちゃんちょっと、そう、あさってバンドの本番忙しいから。そう、楽器の練習で忙しいからね。そんなことありません。なるほど。じゃあ続きまして、福田あかりちゃん、
これ受ける。可愛さの本気を出さないなんか自メイクの時とか私服の時とか、うん、自分の可愛さやスタイルを出し切れてなくてもやもやします。あ、100点の顔とスタイルが120点にしかなってないので、あと少しだけ頑張って5億点くらいに持ってきてほしい。おもろやかに。そうなんです。この前私服自メイクの仕事があった時に、うん、なんか5分でメイクしますって言って5分でメイクしたんですよ。それをめっちゃなんか自メイクでもちゃんとしてって。いやもう福ちゃんの言う通り、やっぱ自メイクの時こそ自分の一番好きなようにさ、はい、セルフプロデュースできるんだからさ、はい、自分をアピールしたいメイクとかしようよって。しかもこんだけ顔も可愛くてスタイルいいんだから。優しいね、優しい。無駄にしちゃダメよ素材を、はい、あかり頑張ります。峰吉ありさちゃん、ありさちゃんちょっと真似してくる私と喋るときちょっと真似してきます。直してほしいわけじゃないけど、ほぼゆみりんです。みにゅーしありさです。みにゅーしありさね。いや真似したくなっちゃうのよ。わかる。あれで話しかけられると映っちゃう。映るんです。だからこれはありちゃんの魅力ですよね。ありちゃんが直したらいい。はい、はい、森下舞葉ちゃん、これも同じ意見ですね。突然見てくる。いきなり顔を覗き込まれると怖いです。だって何ないよ。だからクーカちゃんと一緒だよ。顔を急に見てくる。見るんだ私、うん、見てくるよ。これ、うん、あるよね。なんかしてたんじゃない。続きまして矢野ほのかちゃん、はい、LINE の返事が遅い。あー3日4日ぐらい遅れて返事が来る。そうなんか確かになんか送ってこないよね返事。なんか送る時と送る、うん、私今携帯を変える時期で、おあの前の携帯にまだ LINE が残ってる。あ、なるほどね。だからちょっと今2つある状態で、大変だ。前に送られたやつは結構5日後とかに、うん、5日間とか見てないから、うん、で前のやつにわざわざ送ってくる人、新しい方で話してるのに、この人は。じゃあほのたん、ぜひ新しい携帯に LINE を送ってください。お願いします。続きまして沖優香ちゃん、なにこれ、シロップの数。あコンビニでカフェラテを買ってきてほしいと頼まれた時にシロップ7個入れてと言われたのが忘れられない。え、な、本当は10個ぐらい入れたいけど、ティッシュ入ってからちょっと気をつけて。え、で、抑えて7個抑えてね。ダメだよ。で、おきちゃんは冗談かと思って一応7個持ってきたけど入れなかったって言って買ってきてくれました、うん、え、7個入れちゃダメだよ。ラッキーセブンじゃないですか。ラッキーセブンだけどダメだよ。砂糖の量取りすぎたら大変なことになるよ。気をつけましょう。はい、気をつけます。シナのソラハちゃん。ソラハ。あ、かわいい。ソラハありません。これからもたくさんいじってください。ないって直してほしい。ありがとう。かわいいソラハ。ね。たくさんいじります。さあ中村舞ちゃん。はい。嘘か本当かわからない。なんだこれ。あ。同じこと言ってるおきちゃんと、甘党なのでシロップ3個も入れちゃうんですよって話しかけたら、私は10個入れるよって言ってきて、いまだに本当なのか嘘なのか分からなくてムズムズしています。ああ、そう、やっぱこの前そのシングルの仕事でマイケルと一緒になった時に、なんかユミリンさんのなんか性格っていうか生態が知りたいですって。どういう、ああどういう生き方をしてるのか知りたい。確かにユミリンの生態って気になる。でも本当なんだよね、シロップ10個はね。本当にやめてね。はい、6個、うん、妥協して3個。3個え、ですよね、3個でも多いですよね。え、私 SS 1個も入れないよ。カフェラテとかアイスティーとか。まーちゃんはお寿司に醤油つけない人ね。つけないよ。だからもう砂糖も入れない、塩分もつけない。うん、だから3つにして。一番これが私の中で今直してほしいところで、シロップ入れすぎは本当に危険。みんなも言ってください。これ見てくださってる皆さん、もうこれから見張っといてください。あの皆さん、気をつけます。はい、はい、以上ですね。以上ですね。はい、以上。うわ、すごい、こんなにあるんだ。直してほしいところランキングでした。直してほしいところありすぎだね。ありすぎだね、はい、気をつけます。気をつけてください。ありがとうございます。答えてくれた皆さん、さあさあ、じゃあプレゼントの、ね、はい、告知をお願いいたします。はい、番組の冒頭でもお知らせしましたが、視聴者プレゼントのお知らせです。視聴者、視聴者、はい、はい、応援アイテムランキング上位3名の方にこちらの LINE グッズにサインを入れてプレゼントします。どのように応援していただくかといいますと、皆さんが見ている画面右下にプレゼントボタンがあります。そこから、飴やクマなどのプレゼントを送っていただくことで参加可能となります。ランキングは冒頭番組の、終盤で冒頭バーって何番組の終盤終盤なんて
終盤で当選者の方のお名前を読み上げせた、お読み、頑張る、できるできる、当選者の方のお名前を読み上げさせていただきますので、はい、その時点で締め切りとなります。よろしければぜひご参加ください。よろしくお願いします。さあ続いてはなんと私のコーナーでございます。はい、岡田奈々さんが選ぶ、はい、滝野恵美子写真集ベストカット。さあさんはね、さっきも言ってくださったけど、はい、自分でも購入してくださった。そう、購入したんですけれども、まあ、事前にね見せていただいて、私が一番いいと思う写真を5枚選ばせていただきました、はい、それでは行きたいと思います、はい、岡田奈々が選ぶ滝野恵美子ファースト写真集ベストカット第5位はこちら、はい、じゃじゃん。あー、好きそうでしょ。好き。私こういう足だけとか手だけっていうのが大好きで、これ見た瞬間にこれだと思って、これだと思った、絶対好きと思いました。いい手と足してますね。ありがとうございます。好き、こんな感じです。いいよね、なんかいい形してる手と足ですか。うん、嬉しい。これなんか顔写ってない写真好きですよね。そう、顔がないのが好きなの、うん、多いです。うん、はい、じゃあ続いて、はい、いいですか、もうどんどんいきますよ。4位、そう、私が選ぶエミリーの写真集ベストカット第4位は、じゃじゃん、下です、見えますか、 こちらの引きの写真なんですけど、引き次第で、もうなんかいいよね、この大自然に囲まれているユミリンが、なんかどこかの本当に神様みたいに見えてなんか女神様っぽくない？なんか神様っぽくもあり、ちょっとジブリっぽくもあり、あ、なんだろう、こう、この写真1枚からなんかすごい儚さとオーラを感じる。へー、嬉しい。から好き。この場所も結構幻想的な場所。これどこ、沖縄？これはですね、山口の秋吉台っていう場所なんですよ。あ、そうなんだ。え、最高じゃん。こういう大地がずっと広がってる場所があって、そう、そこに白い衣装で、はい、ワンピースで、なんか、なんだろう、名前もわからない花を持ってて、これうちの庭に咲いてた花。そうなの？いい。なんか、うん、これの撮影の前が実家での撮影で、実家なんかこの花見たことあるなと思ったら、うん、スタッフさんにおばあちゃんがなんか家に咲いてるやつを渡して、スタッフさんにこれ撮影で使いなって、おばあちゃん最高じゃん、渡してたやつで、それを使いました。そう、なんかなんだろう、あえて何のお花かあんまりなんかね、有名じゃないっていうか、パッと名前が出てこないじゃん、お花、うん、何の花なんだろうね。そう、おばあちゃんに聞いときます。え、聞いといて、そういうのを持ってるのもなんかいいし、バラとかじゃないっていう、そう、バラとかじゃないのがいいよね私この頭のボサボサ感もいい。あ、風めっちゃ強かったです。うん、風がいい味出してるっていうことで、私のお気に入りで、ありがとうございます。ございます、素敵です。さあ続きまして、はい、第5位なんですけど、すみません、こちらです。じゃじゃん。すみません。お見せできません。事務所 NG が出ました。こちらは、どういう写真ですか、ちょっと。何ページぐらいなんだろうな。真ん中ぐらい。写真集の真ん中ぐらいにある、水色のビキニを海で着ているやつ。の、砂浜で寝そべってて、なんか、キャーンみたいな顔してるやつ。なんか、これな、何があったんだろうね。何があったの？これはなんか水がめっちゃ冷たかったのと、そのザーンってちょっと、波がね、ちょっとずつ来る感じ、うん、と、あとはなんか虫が、うん、海特有の虫っていっぱいいるじゃん。いるね。あれが よく登ってくるんですよ。あ、体にね、はい、それですごいキャーって顔をしてて、なんか結構なんだろうな、ユミリンのキメキメな表情っていうか、こうなんかちょっと大人っぽい色気のある表情が多いこの写真集の中で、唯一なんかいつものユミリンだなって思った写真がこれなんだよね。福ちゃんもいいって言ってた。そう、こういうなんか自然な顔好きなんですよ。ああ、キメキってない。そう、絶対これ撮ってると思ってない顔してるっていうか、もうカメラ意識してないでしょ。虫と水に夢中みたいな。そう、一瞬も見せ0.1 秒ぐらいだったら見せれてない失礼しました。あ、もうこんな感じでした。続きは写真集で、はい、続きは写真集で見てください。お願いします。さあ続いて第2位ですね。第2位こちら、でね、すみません、こちらもお見せできません、事務所 NG です。あら、これもね、私初めてユミリンがこんな色っぽい顔をできるんだって知った写真っていうか、いつだこれ、プールの写真かな。プールの、そうですね、プールでなんかほぼ上裸みたいな。え、これ着てる？着てる。これ着てるんですよ。なんかその
紐がない水着を着てるから何も着てないように見えるハットなんですけど、でなんか腕右手をこう上にこうやって上げてて、なんかちょっと流し目でこうやって見てるんですけどカメラを、なんか色っぽいんですよね。メイクの雰囲気もすごいなんかエッチな感じでこんな感じなんですけどね。なんかいつもとやっぱメイクも違うよね。毎回衣装によって変えてるよね。はい、結構雑誌、ファッション雑誌とかやってくださってるメイクさんなんだね。メイクさんにやってもらったので、なんかアイドルではない感じの表情とメイクがすごい刺さりましたね。なんか、着てる大丈夫って思わせるようなドキッとするショットになっております。ありがとうございます。さあ、はい、第1位ですよ。第1位ですね。さあ、はい、第1位はこちらです。じゃじゃーん、でーん、見えますか？これ見えます？意外かな。こちらなんです。意外意外意外、普通に本読んでる、うん、そう、これはどこだ、図書館？いや、これはなんか、山口の甲府にあるカフェみたいな、あ、カフェなんだ。いや、なんか全てのバランスが良くて、これ価格も好きだし、なんかちょっと雰囲気で言うと、図書館で好きな女の子のことを遠くから見ているこの目線みたいな、そういう気持ちになったんですよ。で、なんだろう、この髪の毛の下がり方、顔にちょっとかかってる感じと、この鼻筋の横顔と、あとなんかこのラルフローレンかなんかのこのポロシャツがちょっとキュッてしまってて、この胸元のこの膨らみのラインとか、はい、なんか全部がなんかいいってなっちゃって、なんか目のその目線のこの下ろし方も、はい、よかったってなって、え、そう、わかる、そう、コメント来てる、映画のワンシーンみたいな、こういう映画とかありそうだなって思って、なんかミュージックビデオとかありそうだなって。あれ、確かに MV はありそう、なんかいいよね、始まりそうだわと思って、そうと思って1位に選ばせていただきました。すごく素敵です。ありがとうございます。こんな感じでね、私のファースト写真集、はい、いろんな写真が入ってるので、はい、チェックよろしくお願いします。上の URL から買えるよ、Amazon 購入できるみたいなので、気になった方はぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、続いてのコーナーさせていただきたいと思います、はい、視聴者の皆さんと答えよう、超難問クイズ。これやばそう。はい、この私一人では 100% 答えられない超難問を視聴者の皆さんからコメントを参考に答えようというコーナーです。奈々様のお手元には問題と答えが書いてある資料がある。うん、もうね、そう、答え 見えてます。ご覧になっていかがですか？わからない。あのね、今まで23年間生きてきて聞いたことない言葉が並んでる。あ、でも LINE ライブの皆さんだったら答えられる。なるほど、じゃないかっていう。17万人によれば文字の知恵みたいな、いける。なるほど、じゃあ信じてる。全部で問題はですね、3問ということです。そして、全問正解したらなんと視聴者プレゼントの枠が、これ3名様だったのが、5名様に増えるんですか？増えるみたいです。あ、嬉しい。これは皆さんとね、私たちの団結力を見せるチャンスなので、はい、ぜひよろしくお願いします。頑張りましょう。ということで、じゃあ第1問いってみましょう。じゃーらん、どうですか？こちら読みます。お願いします。読んでいいですか？え、これ、読みます。はい、キュリウムにカルシウムを衝突させて合成するアメリカの国立研究所にちなんだ名前を持つ元素は何でしょう？何それ？キュリウムとカルシウムを合わせた、何それ？え、わかんなくない？わかんない。皆さんこれわかります？みんな、ヘイシリーって言ってる。シリーもわかんの？え、でもわかんないよね、これ。これ多分調べずに、なんかパッて思いついた人は、ちょっと変態だと思う。確かに難易度やばいって、やっぱこれ、わかんないって。これ正解者が来るまで見てる感じですか？ね、正解者が来ないと、あ、答えてる人いた！いた、ほら、ほら、え、出ました、正解者が出ました。皆さん、え、すごい、これ、これ名前とか呼んだらダメなの？あ、私の好きなペンだ、これ。え、名前呼んでいいんですか？この人が答えてるとか。あ、それは、ではない。あれ、え、これ、あ、そう、俺かな。口頭で、口頭で言っていいですか？正解は、リバモリウム。すごいね、これよく分かりましたね。正解！何リバモリウムって？なんでわかるの？アメリカ
のこう研究所もリボモニウムっていう名前の研究所があるってことですか。えー、これ答えた人すごいわ。まこと、まこと、ありがとう。ありがとう。こんな感じで第2問いきましょう。第2問目こちら。お、これ分かる人。この漢字の読み方は何ということです。さあ何でしょう、うん、これ鳥ね、なんか鳥っぽいけど、でもなんかスズメっぽくも、スズメっぽくないか、全然違うな。なんだろう、鳥、でも鳥の名前ってことですよね。多分鳥っぽい。これってなんか調べるの難しくないですか。あれってなんか、うん、アメリカ研究所なんかカリシウムとか単語で調べたら出てくるけど、うんうんうん、でもこれね、漢字の調べ方ね、むずいよね。難しいです。私は漢字調べるときに画数を調べて、うん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 、漢字画数何字って調べて、難しいやつほどその画数の漢字って少ないんですよ、うん、あ、なるほどね。だから画数から、画数から探し当てるんだ。探してやってます、こういう時は。あ、当ててる人いました。いたー、あ、すごい。一番最初にやってたのこの人ですかね。お、正解はコウノトリ。イエーイ、すごーい、正解。すごい、これこれ結構ね、何人かね、何人か、え、早い、みんなこれ知ってたのかな、この速さは。ね、何人も当ててますね、これは。すごいです、皆さんありがとうございます。秀才、さすがですね。じゃあ次、ラスト問題ですね。はい、こちらは以下の数式を答えよということで。もうダメ、私数学ダメだから。ルート、でもこれルートに入ってて二乗されてるってことは、なんかルートって二乗のやつをが二乗が消えるじゃないですか。そうなの。でも足し算になったらそのまま消せないんですよね。消せる、わかんない、普通に。あ、ねえ、でももう答えてる人いるよ。はやねえ、皆さん、え、早い、ほら、もう何人も、何人も答えててる。これですね、答えは、はい、答えはせーの、13。ねえ、みんな頭いい。え、これなんで13になるんだろう。ねえ、よくわかんないけど、みんな13って言ってる。ルート5の2乗って、うん、5じゃないですか。怖いですよね。わかんない。誰もここわかってない。私もわからない。不思議。すごい。でもすごいですよ。もう5問全部正解者が出てますから。ということで、3枠だったのが5枠に。やったー、やったー、皆さん天才。天才。さすが。17万人よれば文字の知恵。いや、その通りです。ありがとうございます。みんな頭いいな。はい、ということでですね、奈々さんから写真集についてたくさんお話をいただきましたが、うん、ここで写真集に関わってくださったスタッフの皆さんからいただいたコメントを紹介してみたいと思います。タレコミ的な、すごい。まずは、カメラマンさんをしてくださった倉本ゴリさんからです。滝野由美子の第一印象を教えてください。おとなしくて緊張していた感じがしました、うんうん、ですが撮影のたびにどんどん力強くなっていきました。いいですね。緊張するよね。緊張しました。最初水着でさ、人前に立つってなかなかなかったんじゃない、写真集以外で。本当に、しかもそのほぼ初めましてみたいな感じだったので、うん、緊張した。緊張しました。撮影で一番印象に残っていることは何ですか。実家の兜や人形の前で撮影したカットは本当に昔から育った家で、しかもご家族に見守られながらの撮影だったので、こちらも勝手にグッときました。あ、やっぱいいね。なんか実家に行ってさ、撮るっていいよね。なんか指でしか撮れないカット、うん、なんかこうスタッフさん皆さんがなんか撮影、うん、なんか撮影がすごい、なんかなんだろう、さっきの勝手にアルバム、うん、成長アルバムみたいな感じで、私のちっちゃい頃は知らないけど、もうこんなに大きくなったんだって昔から見てた親戚みたいになっちゃうよね。しかもあ の, その実家で撮った浴衣はお母さんに着付けてもらったんですよ。そうなの。なんかそれもすごい、いや、まあ、すごい、もうなんか滝の家全勢力を使って、あんこちゃんまで出てるし、ね、本当に素敵な写真集になったね。ありがとうございます。続いてですね、メイクさんをしてくださいました、うん、岩田さんいただきました、うん。撮影で一番印象に残っていることは何ですか。プールでの撮影が印象的です。結構長時間だったと思いますが、何度も潜ってかっこよかったです。泳ぎ方までしなやかで美しく人魚のようでした。泳げるんだっけ。泳げます。人並みに。すごいね。人並みにちゃんと泳いでる、なんか潜ってるカットあったもんね。ありましたね。しかもカメラマンさん
と一緒にも、うん、せーので潜ってみたいな感じの結構 2,3 時間やってた。へー、体力ある方だもんね。そうですね、結構そういうとこタフだよね。そういうとこか。でもこれの次がお風呂のシーンだったから、うん、めちゃくちゃもう、うん、ってなってます。気持ちよかったな。お風呂気持ちよかったです。いいね、ありがとうございます。続いてはですね、帯同してくださったマネージャーさんからの裏話。なんで、何気になる、裏話。実家での撮影はご家族の協力のもと行ったのですが、お母様は穏やかで優しく、お姉様はテキパキとロケ車道の ロケ車両の誘導もしてくださり、弟くんはイケメンでした。そして おばあ様はスタッフさんにずっと話しかけていて可愛かったです。可愛い、滝の毛可愛い。もうスーッとおばあちゃんがスタッフさんに話しかけてて、うん、それをお姉ちゃんがもう長時間来てくれとるんじゃけん、うん、話しかけんでみたいな。忙しいんだからね、忙しいんじゃけんみたいな。いいんだよおばあちゃん、言ってて、どんどん話しかけよう。それお姉ちゃんがなんか、いいな、あ、車両こっちに止めてくださいみたいな感じですごい冷静にちゃんと誘導してくれてる。滝の毛いいな。滝でしたね。そして、あ、いいですね。あら、滝野ちゃん、いい、滝野ちゃんは移動中の車の中でもずっと受験勉強をしていました。すごく頑張り屋ですが、こちらとしては言わないかすごく不安でした。確かに移動しながらさ、教科書とか見てると気持ち悪くなってきちゃう。私なんかめっちゃ酔うときは本当に酔うんですけど、普段全然酔わないんですよ。もともと強いんだね。船にもよく乗るし、ね、船にもよく乗るし、頑張ってるね。写真集の合間に勉強なんて絶対しないと思いました。結構その山口での移動が多かったんで、移動時間、沖縄にも行ったし、いいね沖縄、だから移動時間が多くって、うん、勉強しないとと思って勉強してました。頑張り屋なんです。ありがとうございます。そんな、私のファースト写真集、ぜひ上のリンクからお願いできるそうなので、ぜひぜひ、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい、ちょっと読めないんですけど、うん、まだ他にもいっぱいいただいてて。あ、そうなの、時間がね、なくなっちゃったけど、ありがとうございます。後で勝手に読みます。はい、はい、ここでプレゼント企画終了のお知らせです。あら、締め切りを10秒前からカウントダウンしたいと思います。それではせーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。ありがとうございます。たくさんもありがとうございました。タイム集計中ということでね、タイム少しあるようなので、お待ちください。もうこんな時間なの？早いね、もう11時になっちゃう。もっともっと喋りたいこといっぱいあったんですけど、ね、あっという間だったね。あっという間でした。今日どうでした？私はまさか誕生日当日のゆりりんに直接会えるなんて思ってなくて、今まで直接さ、当日ってなくない？いや、あったんですよ。嘘、いつ？すごい失礼な人みたいになっちゃった。あの、一番最初かな、じゃんけん大会、なんかそう、じゃんけん大会が私のお誕生日当日にあって、うん、タンプレ渡した記憶があるの。そうですよ、そうですよ、うん、覚えてる。そうですよ、タンプレくれたじゃないですか。手あげた、なんかいい女になってねって言って香水みたいなのあげたよね。ました。そう、懐かしい。いや、3年前とかかな。そう、だから久しぶりにこうやって直接あの当日お祝いできて嬉しかったし、うん、まさかこんな大事なね、写真集の発売っていう記念配信に、なんか私が出ていいのって思っちゃって、うん、ね、ありがとうございます、出てくださって。全然ユリリン、そう、なんか一人でもね全然成り立つのに、私を呼んでくれたのがすごい嬉しくて、本当に感謝です。ありがとうございます。来てくださいました。集計が終わったみたいです。はい、集計が終わったみたいなので、うん、応援アイテムランキングやりたいと思います。はい、5位ちゃんはらさん、ありがとうございます。ちゃんはら。4位やすべさん、お、ありがとうございます。やすべさん、ありがとう。3位ピョンスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位イケボさん、ありがとうございます。イケボだって、すごい、イケメンボイスかな。1位オムさん、オムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今お名前を呼ばれた方へ、おお、だそうです。 LINE ライブアプリで LINE ライブチャンネルをフォローしてください。そして LINE ライブアプリの設定メニューページ内にプッシュ通知の受信をオンというボタンが上の方に、なんか鈴みたいなボタンですね、うんうん、あるんですけど、そちらオンにお願いします。
そちらのですね、LINE ライブアプリ内のベルマークの通知からご連絡いたします。なるほど。なので、ライブチャンネルをフォローして、うん、通知をオンにしていただくと、そこの通知からご連絡いただきます、はい、ということです。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、じゃあ、ゆみりん最後にね、はい、24歳の抱負を、はい、ぜひお願いします。はい、23歳は、23歳になった時の抱負は、うん、いっぱい食べますだったんですけど、うん、なんでかわいい元気。24歳は、そうですね、美味しいものもいっぱい食べつつ、うん、毎日笑顔で元気に過ごしたいと思います。そして私すっごく優柔不断なので、うん、そろそろなんか自分で何か決めれたらいいなって思ってます。決断力大事だと思うので、大事です。24歳もよろしくお願いします。もちろんです。おめでとう。ありがとうございます。さあ、もう終わりですよ、ゆみりん。終わっちゃう。配信終了のお時間です。お時間です。寂しい。終わりたくないけど、ゆみりんこの後ね、ショールームでね。はい、そうなんです。私この後ここでしていいんですかね。いいんですか。うん、ここでショールームをさせていただきたいと思います。すいません、違う配信で。いや、でも大事ですからね。しかもそのショールーム限定でしか買えないあれもあるからね、はい、絵柄あんこちゃんの生写真が、うん、今日この後1時間ぐらいで締め切りというか、どんなので買って帰りたいと思いますね。あの、そっか、ショールーム限定の、そう、あんこちゃんの生写真欲しいんですよあんこちゃん欲しいから買っていきたいと思います。買ってくださるみたいなので、ぜひこちらもね、すごい立ち寄ってくださると嬉しいです、はいはい、お待ちしております、はい、ということで、なあちゃん、そして、はい、最後まで見てくださった視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。24歳、ありがとうございました。24歳。